What's up? Welcome to 銀チャンネル。はい、というわけで、今回はですね、9月おすすめルアーですね。はい、久しぶりにやってまいりました、このコーナー。9月のおすすめルアーを、川、野池、クリーク、そして、リザーバ、代表する3選ずつを今回紹介していこうと思います。今回はハードベイト編です。それでは早速やっていきましょう。さあ、それでは、やってまいりましょう。まず9月という、特徴なんですけれども、ちょっと前の動画でですね、言った通り、秋は魚が散るっていうのは、これはね、大方も当てはまらないよと。もちろんね、魚固まるんですが、ベイトのいるところにね。9月のタイミングでだんだん減衰してきて、ストラクチャーが乏しくなってきた。で、その中でハードベイトを投げていくよっていうコンディションの時に、どっちかって言ったら、今ストラクチャーがわずかに残ってるそのストラクチャーに固まっているのか、それとも、そのストラクチャーがあまり魅力的ではないからバスは広範囲に散ってしまっているのかっていうところを探っていく。これが、9月のハードベイトの役割だと僕は思ってるんですね。はい、まず一つ目いきます。はい、一つ目スピナーベイトね。その中でも D ゾーン、これが僕の中では、野池おすすめです。続いて、2番目こちら、OSP のバジンクランク。9月っていうのは比較的秋の中でもまだ夏寄り、トップオーダーでまだまだ全然出していけるぜっていう季節ですので、なんか広範囲の、魚っていうのをいち早くサーチしていくトップオーダーっていったところでは、こういったものが野池では非常に強くなってきます。はい、で次ですね、こちらチャターベイトで、その中でも僕が今手に持ってるのは、今勝のモグラチャター、もしくはスーパーモグラチャターですね。はいですね、水を攪拌する力が比較的大きく、かつ浅いところを、攻めてくるのに非常に適したチャターベイトだと僕は思ってます。バジンクランクね、これサブサーフェイスです。でその中でも次、もう一段下の、シャローっていったところで引いてこれるのがこのモグラチャター。スピナーベイトに関しては中層、もしくはちょっとリトリーブスピードを遅くすることによって中層よりやや下、ボトムよりちょっと上とかね、もしくはガーグリングっていう要素を用いて、バジンクランク以上に強いアピール力で軽快に、サーチしていきたいっていう時にも使えます。クリークなんですけども、クリークの、おすすめルアー3選、まず一発目こちら。はい、ジョインテッドクロー、その中でも僕の中では148、ね、178のもうビッグベイトっていうジャンルにくくられてく1個手前の、コンパクトサイズです。なんで148かっていうとですね、マッチザベイト的に言うと148なんですよ。でクリークっていうのは比較的、大きい魚やや多いんですよね。でもアユとかはいないです。基本的にはオイカワ、もしくはハス、この辺が僕の中での経験上クリークは多いです。でそういったサイズ感でマッチさせていくってなったら、これ系で、もしハスパターンが存在するのであればね、今回めちゃくちゃここのフィールド、ここのポイント、ハスしか追ってないよ、でかい魚ばっかり食ってるっていう場合だったら、もちろんこれからサイズを上げてもらっても結構です。はい、で次ですね、こちら、同じく野池編と同じくスピナーベイトですが、レベルスピン、今回はね、レベルスピン特にお勧めしています。デプスから出てるイボークの 1.2 もしくは 1.8、 深いクリークのところであれば 1.8、浅いクリークであれば 1.2 で、こいつがいいのは杭がね、打たれているところが結構あったりするんですよ。そういった杭の、周り、その縦護岸にプラスアルファ杭とかが、立ち並んでるよっていったところなんかには非常に強いんですよね。さあ次ですね、リザーバーに入っていきましょう。その1がこちら、ミノーですね。その中でもレイドジャパンのレベルミノー、特に、このルアーはですね、薪に特化したミノーになります。はい、とにかく飛距離をビューンと出して遠くからグリ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 っと、素早く巻いてくることで浅いレンジっていうところを比較的早くサーチしてくることができる、ミノになってます。比較的リザーバーっていうのはやっぱり細身のベイト多いです。そういった細身のベイトを食っているであろうバスたちに対して、早く軽快に薪で反応するのかどうかっていうのを早くサーチしていくっていう目的で兼ねてこのルアーになってます。秋めいてきて、台風とかもよく来るようになりますよね。そうなると台風の強い風とかっていうので、木々のね、枯れ葉とか、土にね、落ちてる、その枯れ葉とか落ち葉っていったのがブワッと巻き上げられて水面に落ちる、それが、流れ風の影響とかでどこかに溜まる、そうなるとゴミ溜まりができる、そういったところの際っていうところをトレースしていくってなった時には、もうこれはピカイチです。ジャッカルのブラストボーン、はい、ビッグベイトですね。秋個人的にはビッグベイト結構好きで使います。何かの障害物が浮いてるものの下に、つくよっていうものに対して、そのエッジをなぞるようにこいつの首振りアクションを一点で生めかしく首振りをね行って、1、2でピタ、1ピタ、
1、2でピタッみたいな、まるでポッパーとかを動かしてるかのような感覚で首を振らせて止めるっていう、このポーズの瞬間にドンと、非常にバイトをもらうことが多いルアーです。続きまして、こちらノイケ、そして、クリーク同様スピナーベイトで、その中でもノリーズのクリスタルです。今回紹介したスピナーベイトですね、ノイケは D ゾーン、これなんでかっていうとですね、この D ゾーンっていうのは R の効いたブレードになってます。カーブがきちんとかかった、ブレードなんですね。で、このウィローリーフかつ R の効いたブレードっていうのはものすごくどっちかって言ったら、インパクト的なナチュラル、もちろんスピナーベイトっていうもの自体ハイアピールではあるんですけども、そのスピナーベイトの中でも割と、アピール力は抑えめな方。ノイケっていうのは減衰します。ただでさえノイケってね、規模はそんなに大きくないです。そういったところが減衰します。そうなると減衰の仕方にもよるんですけども、比較的浅い、そして狭い。じゃあその狭いフィールドにハイアピールすぎるものっていうのを投げ入れていく、これはね結構擦れやすいんですよ。ハイアピールなルアージャンルだけど、ジャンルの中では比較的まだナチュラルな方っていったところで、狭くて浅いっていう、その減衰者の池を攻めていくっていう名目で D ゾーンなんですよね。はい。で、対して今度、リザーバーってでかいですよね、基本的に。ダム。深い、広い。ノリーズのクリスタル S っていうのは、以前も紹介したんですけども、D ゾーンとは対極的にペタッとしてるブレードです。カーブがかかってないんですね、あんまり。で、このカーブのかかってないブレードを持ってるスピナーベイトっていうのは比較的アピール力が強いです。水を攪拌していく。ブレードのね、攪拌する能力が非常に強いんですね。で、強いということはそれだけ多方面から魚を引きつける力が強い。側線に訴えかける力が強い。だから、より、もっと言うと D ゾーンよりも広範囲から魚を引っ張る力があるっていうことになります。で、さっきも言った通り、ノイケは浅くて狭いから D ゾーン。じゃあ、リザーバーは深くて広いから強いもので、より多くの魚を引きつける必要が出てくるということになります。対してクリークはどうなのってなると、クリークって意外と深いんですよね。まあその場所にもよるけど、だけどリザーバーほど広範囲でもないし、リザーバーみたいに深くもない。でも減衰したノイケよりは深いし、幅があって長さがあるっていったところからね、その中間ね、リザーバーとノイケの中間に位置するこの半扁平、ペタッてしてる面もあれば、カーブが効いた面もしっかりあるっていうレベルスピン。革は、こちら、まず一つ目。ペンシルベイト。その中でも僕がぶっちぎりで信頼してるのがシャワーブローズ。とにかくおかっぱりでやるんだったら、この一個は持っておかないと、損するよっていうぐらい素晴らしいペンシルベイトです。まあ、なんでか、かのぶっ飛び系は、イモリッパーに匹敵するとも言える、スーパーぶっ飛びベイトなんですね、これ。はい。しかも、そのドッグウォークのスライド幅っていうのも結構スライドするんですよ。秋っていうのはどっちかって言ったらポッパーとかビッグクローラーベイトといったような、一点でゆっくり前に進むよっていうものに関しては、魚がもし散ってる場合っていうのは非常に効率悪いです。だから、遠くに投げてより長い距離を早く引っ張ってこれるものの方が強いわけです。まあこれが一番おすすめですけども、あとはサミーとかね、ラッキークラフトの。あれもおすすめです。はい、次、こちらですね。OSP のルドラ。ジャークベイトです。まあ、ミノー的な感じでも使えますけどね。ただ巻き、ジャーク。もう、どれをとってもね、結局、バランスがものすごくいい。あと、これでもう一個言うと、バランスの良さで言ったら、ビジョン満点、ネガバス。同じく細身のベイトを意識していて、かつ、巻いて使っていける。あんまり先行レンジも入りません。巻いて使っていける。そして、もっと言うと、パン、パン、パンっていうこのジャークで、横の距離を、ペンシルベイトと一緒、横の距離を出してより広範囲の魚を引きつけることができる。で、次ですね。はい、こちら、ラッキークラフトの RC の 1.5。 はい、もうこれも名作中の名作クランクですね。比較的もうクランクらしい使い方をオールマイティに高次元でクリアできてるクランクなんですよ。だからいかようにも使っていける。はい、いかがだったでしょうか。以上が僕の中での9月の、ハードルアー編のおすすめ、川、クリーク、ノイケ、リザーバーの3選でした。もうぶっちゃけね、どこで何使っても基本的には釣れるんですよ、もちろん。ね、その状況状況っていうところにもちろんアジャストしていくっていうのが大切です。ただ、比較的ノイケはこういう傾向、比較的川はこういう傾向っていう、比較した中で、まあ平均的にこういうのが多いよねっていう中での今回の3選です。で、まあ、だから平均的だから、きちんと持っていって間違いはないものにはなってます。
で、もちろんその川とか、リザーバーとか皆さんが行くフィールドフィールドのその時の状況、その時の状況っていったところにもちろんアジャストしていって、この3線を参考にしつつプラスアルファでいろんなルアーを持っていってきっちり秋はめていってください。それでは今回はこれにて終わらせていただきます。ありがとうございました。